品種の探偵は、イギリスの小説家、アーサー・コナンドイルによる短編小説。シャーロック・ホームズシリーズの一つで56ある短編小説のうち43番目に発表された作品である。イギリスのストランド・マガジン1913年12月号、アメリカのコリアーズ・ウィークリー1913年11月22日号に発表。 1917年発行の第4短編集、シャーロック・ホームズ最後の挨拶に収録された。瀕死のホームズとワトスン、ウォルタパジェットが、ストランドマガジン掲載の差し絵電気作家で医師のジョン・エイジ・ワトスンが結婚し、私立諮問探偵のシャーロック・ホームズとの共同生活を解消してから2年後、ベーカー街221バイトの家主であるハドスン夫人が、 ワトスンの家を訪ねてきた。ホームズが病にかかり、瀕死状態なのだという。ワトスンはすぐに、ベーカー街へ向かう。ベッドに横たわるホームズは痩せ衰え、手は痙攣し、目や頬の状態からすると、熱もあるらしい。ワトスンがベッドに近寄ると、ホームズに生止される。病は、船乗りから感染したスマトラ島のクーリーで、接触感染するという。 ワトスンは構わず診察しようとするが、ホームズは、ワトスンの腕前が信用できないと拒絶する。さらにホームズは、熱帯病に詳しい医師を連れてくるというワトスンの提案も受け入れず、後で自分が指定する人物を呼んでくるようにと言い張る。その言動は、普段のホームズとかけ離れていて、ワトスンが、室内にあった象下の小箱を手に取っただけで絶叫し、 自分の持ち物に触るなと逆上して罵るほどである。ワトスンは病でホームズの精神状態がおかしくなっているのだと考え、やむを得ず従うことにする。やがてホームズは上ごを交えながら呼んでほしいのはカルバートン・スミスだと話す。スミスとホームズはそのおいが死んだ事件の調査で対立関係にあるが、スミスはこの病に詳しい唯一の人物だという。 ワトスンは必ず、スミスを連れてくると約束し、スミスの屋敷へ向かう。面会を求めたが、門前払いされたワトスンは、無理やり、スミスの部屋へ押し入り、ホームズが瀕死であり、診察に来てほしいと頼む。スミスは、一瞬だけ横島な笑顔を覗かせ、診察を承知した。先に、ベーカー街へ戻ったワトスンは、診察への立ち会いをホームズに拒絶され、 ベッドの近くにある隙間へ隠れていることになった。診察に来たはずのスミスはホームズを乱暴に起こすと、この病に感染したら助からないと笑う。ホームズは、スミスが老いを殺した疑惑は忘れるから、助けてほしいと懇願する。スミスは嘲笑し、病の原因は自分の送った象原の小箱にあると告げる。 小箱には開けたものを傷つける仕掛けがあり、老いにもホームズにもその傷から病に感染させたのだと言う。小箱を回収し、ホームズが死ぬのを見物しようとするスミスに対し、ホームズは弱った囁き声で、カストを明るくしてほしいと頼む。目がかすんできたのだろうと納得したスミスが、カストを明るくすると、ホームズは突然普段の恋に戻り、次はマッチと、タバコが欲しいと言った。 スミスに手錠をかける、モートン警部、ウォルタパジェットが、ストランドマガジン掲載の差し絵が偶然とするスミスに、ホームズは、病で瀕死に見えるよう演技していたと明かす。ガス灯の明るさが合図となっていて、部屋に、モートン警部が入ってくる。警部はスミスを追い殺しと、ホームズ殺害未遂の容疑で、逮捕した。証拠はないと抗弁するスミスに、ホームズは、証人として、 隠れていたワトスンを紹介するのだった。送られてきた小箱の罠に気づいたホームズは、絶食した上で顔色などを化粧で偽装し、ハドスン夫人に自分が瀕死だと思わせた。ハドスン夫人がワトスンを呼びに行き、そのワトスンがスミスを呼んでくるように仕向けたのである。嘘をつけないワトスンが、ホームズは瀕死だと信じることで、スミスをも信じさせる。そして、スミスを誘い出し、 証人の前で全てを語らせるという計画だった。ホームズがワトスンを近寄らせなかったのは下病を見抜かれてしまうからであり、ワトスンの医師としての腕前を信用していたからこその言動だったのである。事件の発生年については冒頭にワトスンが結婚してから2年目という記述がある。そこでワトスンの結婚が何年に起きたかという点が重要になる。ワトスンは 複数回の結婚をしたと考えられ、白面の兵士の記述によれば1902年頃にも結婚をしているが、シャーロキアンの多くは、ホームズの引退を1903年としているため、瀕死の探偵は最初の結婚の2年後となる。シャーロキアンの間では、事件の発生年に関して1887年から1890年までの諸説がある。60編の事件を、 発生年代順に並べた小中版、シャーロック・ホームズ全集を発表したベアリング・グールドは、シャーロキアン13名の名前を挙げ、1890年説の支持者が7名、1889年と1888年の支持者がそれぞれ3名ずつと紹介しながらも、自身の説では、1887年11月19日の土曜日の出来事としている。 この短編が、ストランドマガジン1913年12月号に、掲載された際には、ウォルター・パジェットによる4枚の挿絵が付けられていた。ウォルターは、シドニー・パジェットの弟である。1891年に、シャーロック・ホームズの冒険の連載が決まった時、ストランドマガジンの挿絵担当者はウォルターに挿絵を、依頼したつもりだったのだが、パジェット家には3人の画家がいたため、 手違いで、兄のシドニーが引き受けることになったという経緯がある。シドニーは、ストランドマガジンに連載された、冒険、思い出、帰還、バスカビル家の犬の挿絵を担当し、弟のウォルターをモデルにして、ホームズを描いたとされている。読者がウォルターを見かけて、ホームズがいると話題になったこともあった。シドニーが1908年に死去したため、その後のストランドマガジンの連載では、 様々な画家が起用され、ウォルター・パジェットも、品種の探偵で挿絵を描いたのだった。コリアーズ・ウィークリー1913年11月22日号で、挿絵を担当したのは、フレデリック・ドア・スティールで、スティールのホームズは、ウィリアム・ジレットをモデルとして描いたものである。ドイルがホームズを想像する際、モデルにした人物として、恩師のジョーゼフ・フベル博士がいる。 ベルは1892年夏にドイルへ送った手紙で物語の題材を細菌を使用した犯罪として執筆したらどうかと提案した。ドイルはこの題材では読者の理解が困難になると返信し執筆することはなかった。しかしそれから約20年後の1913年になって細菌を狂気として使用した品種の探偵が発表された。 リチャード・ランセリングリーンや、オーエン・ダドリーン・エドワーズは、ベルが1911年に死去し、ドイルが追悼記事を書いた時に、この提案を思い出したのだと推測している。カルバートン・スミスが、象毛の小箱に仕掛けた罠に関しては、症状や進行速度などから、コブラの毒であるとするヒューレタンの説、ペスト菌であるとするジョージ・ B ・コーエル博士の説、 熱帯地方の病原菌の何かである可能性が高いとする応援ダドリー・エドワーズの説などがある。作中、ホームズは、品種状態を偽装するために、目にベラドンナを刺したと語っている。ベラドンナには動向を拡張する効果があるためだが、毒物でもあり極めて危険な行為である。A.B. ジャック・トレーシー、シャーロック・ホームズ大百科事典、日暮らし正道役。 川で処方審者、2002年、279ページ、ABCD コナンドイルチョ、ベアリンググールド解説と、中、小中版、シャーロック・ホームズ全集参考小池茂漢役、ちくま処方、ちくま文庫、1997年、541から592ページ、ABCDF e コナンドイルチョ、オーエン・ラドリー・エドワーズ中、解説。 シャーロック・ホームズ全集第8巻、シャーロック・ホームズ最後の挨拶、小林司、東山茜、高田博士役、川で処方新者、2000年、3 0 8八、17から406ページ、ABC コナンドイル著、リチャード・ランセリングリーン中、解説、シャーロック・ホームズ全集第3巻、シャーロック・ホームズの冒険、小林司、東山茜、高田博士役、 川で消防新社、1998年、657から691ページ、ABC ディックライリー、パムマカリスター編、ミステリーハンドブックシャーロック・ホームズ・日暮らし、正道ミ訳役、原書房、2000年、22から30ページ、AB コンの秀デタカ、挿絵の研究、シャーロック・ホームズ大辞典、小林司、東山赤目編、東京堂、出版、 2001年、290から291ページ、ドイルは、シャーロック・ホームズの冒険をベルに検定している。笹野文隆、モデル、シャーロック・ホームズ大辞典、小林司、東山赤編、東京堂、出版、2001年、868から869ページ、ディック・ライリー、パム・マカリスター編、ミステリー・ハンドブック・シャーロック・ホームズ・日暮らし。 正道漢チ役、原書房、2000年、91から92ページ、サネヨシタツロベラドンナ、シャーロック・ホームズ大辞典、小林司、東山あかね編、東京堂、出版、2001年、746から747ページ。ありがとうございます。